はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今日は This is a Police 20日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、早速いつもの通り紙面を確認していきましょう。まずはマネーロンダリング簡単化に向け連邦法施行。2つ目、新しい学校建設またしても延期。で、最後、子ども絵画展示会フリーパークで開催と。まあなんか三枝三様っていう感じですかね。では元気に今日も出勤していきましょう。朝の7時から夜の2時3時までの超過酷、暑畜労働っていうんですかね。社畜じゃなくてこれは。今日はシフト B で、シフト A からの、まあその、なんていうのかな、応援で、バーディー君が、バーディーちゃんかな、来てくれてますけど、いずれにしても、かなり厳しい、シフトにはなってますね。小泉、コチ、ケネディだけだとどうしても回らないんでしょうがないですよね、これは。お、これは妻のお母さんだな。Nothing shocking, don't worry. She's living with an insurance agent in the suburbs. He's 31 years old, recently divorced. He has a funny car, you know, like in that movie where that. Did you talk to her? Yeah, we talked. More like I talked, and she basically cried. God, she hasn't cried so much since high school. You know, she was dating this boy from a restaurant, and oh, what was his name? And so, then I. Laura, she'll be back? Of course she'll be back. She just needs time. Time? You mean once she gets tired of screwing the insurance agent? Jack, you're talking about my daughter. Yeah, I know. I just want her to come back as soon as possible. Don't worry, I'm with you. We just need a little patience. I know it's asking a lot, Jack, but you really just gotta be patient. Wait for my call. All right. Again, I'll wait for the call. Yes, understood. I know the situation is asking a lot from you too, Mrs. Markham. Thank you. And please call me anytime. Jack? Yeah? You okay for money? Excuse me? Well, you know, where the papers were talking about your resignation, they said you and Laura were a little tight. And I thought maybe you'd. Good God. Jack? Jack? まあ実際にお金に困ってるかっていうと、給料90%カットされてますからね。困ってるといえば困ってるんですけどね。まあ、いつものスイートジンジャーリリーンを聞きましょう。朝の7時から夜の2時3時まで働いて90%カットされるってね。まず警官と、あとは SWAT のアップグレードやってもらいましょう。金は自ら悪事に手を染めて手に入れていくしかないですからね。キッズパークでの迷惑行為。若い母親から通報によると、ボロボロの服を着た年寄りの男がプレイグラウンドに入ってくると、小山に登って宇宙は苦痛と憎悪で成り立っている、全員殺されてしまうぞと叫び出したらしい。母親は激怒し、やめなさい、子供たちが怖がっているでしょうと叫び返した。まあ大した話ではないので、ケネディに頑張ってもらおう。まあ叫んでるだけだったら注意するぐらいでいいからね。別にこう格闘戦とかに入らずに、そのまま注意して帰ってきてくれればいいんで、すぐ戻ってきてほしいな。こういう時に限ってね、サンド一家から大量に要請が入ってきたりしますからね。まあ、迷惑行為の方がというと、犯人には逃げられたが、ケネディも、そもそも65しかないかな。爆破予告とかやめてくれ、こんな時に。匿名希望の人物から通報。複
数の悪党たちがプラスチック爆弾を持って廃屋の地下をうろついている。そしておもちゃとセットにして子供たちに爆弾を配っているらしい。こんなことってある？これって俺ね、これこそね絶対ガセネタだと思う。ガセネタだと思うんで一人で行ってもらおう。バーディーがまさか死ぬなんてことはないだろうな。おもちゃとセットにしてっていう時点でなんか誤報っぽい気がするんだよな。インターン刑事、副所長マーク・リーウィー。ジャック、うちの学生たちは間もなく実施訓練のため全国の警察署に派遣される。その中に2人ほどすごく頭の切れるやつがいて、もちろん成績もトップなんだが、うぬぼれた出来損ない刑事のもとに送られて才能が台無しになっては困る。そこで彼らを1週間ほど世話をしてやってくれないか。そうだな、よこしてもらおう。刑事じゃなくて警官が欲しいんですけどね、どっちかっていうと。今は4人で回してますからね、このシフト P に関しては。しかもシフト A からの応援ありきですからね。状況は思ったより深刻か。そしたらコチとケネディを出してスワットも送りたいけどな。これで今小泉1人になったんで、今サンドから2人3人とかの支援要請が来ても対応ができないですね。こんなことならスワットチームを送っとけばよかった。暴行事件か。ちょっとギリギリまで待ちましょう。爆破予告の方はというと犯人を捕まえたね。よし。何？市民が死亡か。爆発物を発見したけど、マフィアに売却を依頼しましょう。んで、まあ警官が死ななかったんでよしとしましょう。警官が死んでる方が今となっては一大事なんで。サンド一家からのヘルプ要請、一人でいいのね。一人だったらじゃあ、ちょっと後回しにするとして先に暴行事件の方対応しましょう。2台のトラックが森の近くの田舎道で衝突。通りすがったバイクの人物が警察に通報。片方のトラックが横転して炎上したがドライバーは逃げ出して無事だった。その男は道端にあった棒を手に取るとそれに火をつけて自分のトラック内に閉じこもっている相手のドライバーを脅しているらしい。なかなかクレイジーなやつもいるもんだな。小泉頼むぞ。で、サンド一家からのヘルプ要請に関しては戻ってきたら入れましょう。これは小泉を派遣しましょうか。以前重要な取引に一役買ってくれた女性から連絡が入った。彼女は若い銀行員の夫がいるが、その夫がガレージで縛り付けられていると泣きながら話している。犯人たちは夫に火をつけると脅迫しているらしい。ボルガの仲間の仕業に間違いない。よし、ケネディ行ってこい。こういうのはね、もうケネディに任せましょう。優秀な警官は事件に派遣しなきゃいけないんでね。あー、もう夜20時だよ、帰りたいよ。武装強盗とかもうやばいよなこれ。銃で武装した男が視野に押し入ってバッグに全ての金と貴重品を入れるよう要求した。なるほど。これはじゃあコチとスワットチーム。暴行事件の方ですね。一人のドライバーが松明のように棒に火をつけて振りかざしている。そして相手のトラックのフロントガラスを叩き中にいるドライバーを脅している。警棒を取り出し男と決闘。なるほど、まあ、ここは消火器で火を消しましょう。逃げられたが小泉をもってしても、まあいい、すぐに戻ってきてくれ。サンド一家からのヘルプ要請か。結構ヘルプ要請してくるな、この人手がいないこの時に。武装強盗の方の報告を受けましょう先に。よし、スワットチームを出した甲斐があったな。さらに宝石を発見したか。マフィアに売却を依頼したいけどな、さすがにこれは無理でしょう。押収したものはちゃんとやります、返しましょう。んで、またサンドからの依頼ですね。サンド氏の手下たちがボルガたちについて話し合う場を設けている。場所は郊外の森の中を予定していたのだが、その周辺をうろついている敵のチンピラたちの姿を
うちの偵察者が目撃している。警察が何の前触れもなく突然現れた時、そいつらがどんな顔をするのか楽しみだということであれば、まあ、小泉とバーディーを送りましょう。でケネディが戻ってきたんで、まあ、最悪どうにかなりますね。お、新しい写真を3枚入手したか。ちょっとここで一度じっくり腰を据えて見ていきますか。そもそも美術館の巡回は1時間に1度行われているっていう警備員の話があって、床にはレンガが落ちていたって話ですよね。であればレンガを取り出し、そのレンガを投げて中に侵入した上で絵を切り取り帰る、これじゃないか。もしくはこれか。いやーまだか、なかなか難しいな。いや実は待って待って、これさ警備員の仕業って可能性もあるよね。なぜなら監視カメラを見ると、人の出入りはなかったという話がある一方で、どうなんだろう、美術館の窓を見るとガラスがほぼ完全に割れてしまっており、破片のほとんどが外の歩道に落ちているっていうことは、内側から外を破ったって考える方が自然ですよね。ってなるとこうのこうのこうのこうって感じだな。でまだ足りないですね。なので続報を待ちましょう。ちょっとシフト B の方もう少し人材を入れていかないと話にならないですね。はい、というわけで、プレイの方を進めてきましたが、シフト A の方はだいぶ人がいるんで、ちょっとねシフト AB の入れ替えをちょっと考えた方がいいかなって感じですね。はい、というわけで20日目プレイをしました。いかがでしたでしょうか。次回は21日目ですね、プレイの方していきたいと思いますので、ぜひぜひ続きも楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。